定律の上昇下、職の上昇諸葛亮は義への北伐を繰り返す。だが強大なる義はそのことごとくを退けていた。疲弊する職の国と将兵、このままではいずれ窮するは明白。この情勢を覆すべく諸葛亮は呉に連動を依頼した。呉の孫権はこれに応じると軍を率い北上、東から魏へと進攻する。同時に西では蜀の歴戦の優勝らでなる大規模な軍が猛進。関水沿いに魏の要害を落とすと一息に城陽へと達していた。今城陽の守りは薄く、ここを抜かれれば魏の防衛線が崩れる。かつての帝軍山と合肥を思わせる東西からの絶妙な強撃。この危機に芝居は猛将らを蜀の撃退に向かわせる。当該蒋介夏侯派は蜀の猛攻を退けることができるか。奴らは一掃した。また侵入される前に門を閉じるぞ。敵は剣士の構えですから、計算通りです。ではこちらは敵は兵器で城の守りを破る。紹介だ。ならば我らは高台へ向かう。高台から土砂を落とし兵器を潰す。私がその程度に気づかないと思いますか。一人
人の意見が合うなんて珍しいな。こりゃ槍でも振るんじゃないか。素晴らしい話やな。お見事です。お前たちの動きなど上昇は予測済みだ。いざ今日白夜が相手となろう。これで邪魔者は消えた。あとは計画通り奴らの兵器を潰すだけ。さすが堂々たる戦で。なんてことしやがる。これじゃ兵器が使えねえ。私は上昇に誘われ義から職へと転じた。あなたも職へ来ないか。義務を保証する。悪いな、なんでとそんな気分が。結構俺今の義を気に入ってるみたいだ。少を落とす。行くぞ。触れずについてこい。この俺が相手だ。
記憶に残る勝負を決定する。私の聖者、あなたの命運もここまで。勝ったぜ。いやいやいや、俺結構すごいっしょ。